皆さんこんにちは。今回は Apple Watch の便利な小技について話していきたいと思います。この動画を撮ろうと思ったきっかけなんですけど、実際に使う便利な操作方法だけをまとめた動画を作りたいと思ったからです。というのも、自分が Apple Watch を買った時に Apple Watch の便利な操作方法について調べたんですが、結構多かったんですよね。実際どれから手をつければいいか分かりにくかったのを覚えてます。であれば、自分が頻繁に使っている便利な操作方法だけをまとめて、それを動画で発信すれば少しでも誰かの役に立てそうかなと思ったので、この動画を撮ってます。Apple Watch を買ったばかりの方だったり、もっと便利に使いこなしたいと思っている方は、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずはデジタルクラウンを回して画面表示させる方法についてです。寝室などの薄暗い部屋で Apple Watch の時刻を確認しようとすると、文字盤が明るくて眩しい時ありませんか？そんな時はデジタルクラウンをゆっくり右回りに回すと、画面が少しずつ明るくなっていきます。なので、自分が眩しくないレベルで画面を表示させることができます。次にシアターモードについてです。特に寝る時なんですが、腕をひねる動作をする気がなくても、うっかり文字盤が点灯してしまう時があります。薄暗い部屋で画面がピカピカ光るのは避けたいですよね。そんな時はシアターモードを設定すれば、腕をひねっても文字盤が点灯しなくなります。設定方法は、文字盤が表示された状態で下から上に向かってスワイプし、シアターモードのアイコンを選択すれば完了です。また、アプリを開いている場合は画面下部を長押ししてから上にスワイプでシアターモードを設定できます。次は手のひらで消音する操作についてです。職場で不意にプライベートの端末に電話がかかってきて、 Apple Watch から音がしたらすごく焦りますよね。また、消音モードにしていても電話の場合は応答するまでバイブレーションが鳴り続けてしまうので、ちょっと不快なんですよね。そんな時は手のひらで画面を押さえると、音やバイブレーションが止まるのでおすすめです。画面も消灯するので、音を消すだけでなく、点灯した画面を消灯させたい場合も便利です。次に、ワークアウトを手軽に一時停止する方法です。通常だとワークアウト中に画面を左から右にスワイプして一時停止を選択する必要があります。ただ、例えばランニングなど腕を動かしている状態でこの操作をするのはやりにくいんですよね。ワークアウトの一時停止の方法は、今説明したもの以外にデジタルクラウンとサイドボタンを同時押しする方法があります。ただ、この操作はスクリーンショットを撮る操作と一緒なので、ワークアウトを一時停止するごとにスクリーンショットを撮ることになってしまいます。なので、事前にスクリーンショットの設定をオフにしておきましょう。設定方法は、 Apple Watch で設定アプリを開き、スクリーンショットを選択、スクリーンショットを有効にするをオフにすれば完了です。次は、デジタルクラウンをダブルクリックして最近使ったアプリを呼び出す方法です。最近使ったアプリの立ち上げ方は、サイドボタンを押すことで表示される最近使ったアプリの一覧から立ち上げることができます。ただ、最近使ったアプリを呼び出す方法はもう一つあります。それは、デジタルクラウンをダブルクリックする方法です。ダブルクリックすると、直近で使ったアプリが表示されます。また、もう一回ダブルクリックすると、その前に使ったアプリが立ち上がります。直近使用した2つのアプリまでしか立ち上げることはできませんが、サイドボタンを使った方法よりも若干ですが、簡単にアプリを呼び出すことができるので使っています。次は、 Apple Watch を使って iPhone を探す方法です。僕は朝急いでいる時にうっかり iPhone をどこに置いたか忘れてしまうことがあるんですけど、そんな時に Apple Watch を使えば iPhone から音を鳴らすことができるので、探すのに重宝してます。使用方法ですが、Apple Watch の画面に文字盤が表示されている状態で、画面下部から上にスワイプし、iPhone が振動しているマークのアイコンを選択します。また、アプリを開いた状態の場合は、画面下部を長押ししてから上にスワイプすることでも選択できます。iPhone が振動しているマークのアイコンを選択すると、 iPhone から音が鳴ります。ちなみに、アイコンを長押しすると iPhone の LED が点灯します。なので、暗い場所ではこれを使うとより便利です。はい、今回は Apple Watch の便利な小技について話してきました。買ったばかりだとどのように使えばいいか戸惑うこともあるかと思いますが、今回の内容の中で活用できそうな内容があれば試してみていただければと思います。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。